ウォールストリートジャーナル総刊号の一面新聞は、社会情勢一般、または、特定分野の出来事を報じ、対象とする層の中で広く読まれることを前提に、定期刊行される、紙媒体である。新聞紙と呼ばれる提出の紙に印刷し、折りたたんだ状態で発売される。新聞は、世界規模の出来事から、国内外、地域内、さらには、 コミュニティの内部などの情報伝達手段として様々なものが発行されている。その中でも新聞社と呼ばれる新聞、報道を専門とした会社組織、報道機関が発行する新聞は情報の影響する範囲が広範囲であり、影響力は発行部数にほぼ比例する。小さなコミュニティの内部にも存在する場合があり、例えば学校のクラス。 部活動などで発行する、学級新聞や学生新聞、地域で発行する、地域広報などがある。新聞は、テレビラジオ、雑誌とともにマスコミ4媒体とされ、代表的なマスメディアのうちの一つとされている。新聞は、取り扱う範囲内で様々な情報を盛り込むことを、 特徴としており、その対象層の中で広く読まれることや蓄積性、速報性が重視されている。情報の伝達を使命としている点で同じ、紙メディアでもそれ自体が強い個性を持つ書籍や雑誌とは大きく異なる。そのため、使われる紙の質は悪く保存性は低い。ラジオテレビ放送やインターネットが発達した現代。 社会においては速報性で優位に立てず、低迷傾向にありながらも利用者にとって、取り扱いが簡便であることや共有性の高さ、などから依然情報メディアとしての地位は、揺らいでおらず、多くの人々にとって安価で多様な情報を、入手するための有力手段の一つとして今なお、存在感を保っており、おおむねどの国でもある程度の規模の都市であれば、鉄道駅や商店、 街頭で販売または掲示されている様子を見ることができる。新聞は観光感覚、配布地域、内容などで様々な種類に分類される。観光感覚の分類では最も一般的なものは毎日観光される日刊誌である。日刊誌はさらに発行される時間帯によって長刊誌と有刊誌に分かれるが、 日本のように多くの新聞社が長官と有官を共に発行している国も存在する。ただし、日本においても長官や有官のみの新聞は存在し、また、経営難によって発行の少ない有官を取りやめ長官のみの発行とする新聞社も2000年代以降増加している。またユネスコの基準においては、日刊紙は必ずしも毎日発行でなくともよく、 週4回以上発行される新聞を日刊誌として扱っている。このほか週刊誌、循環紙、月刊紙、期間紙などの新聞も存在する。配布地域では、日本の新聞は大きく全国紙、ブロック紙、地方紙の3つに分類される。全国紙は、文字通りその国土全体を対象として発行されるもので、日本では、読売新聞。 朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞の5社が該当する。ブロック紙は厳密には地方紙に含まれるが、その中でも複数の県にまたがる広域地方圏を対象としているものを指し、東海地方の中日新聞、北海道地方の北海道新聞、九州地方の西日本新聞の3社が該当し、また、 東北地方の河北新報や中国地方の中国新聞を加えることもある。地方紙は一つの県か、それより小さな地域を対象とする新聞で、一つの県を対象とするものは県紙、それより小さな地域の新聞は地域紙と呼ぶ。第二次世界大戦の前は1400紙を超える新聞が存在していたものの、 1938年から1943年にかけて行われた新聞統制によって各社は県ごとに統合され、一つの県に一つの新聞が置かれる一県一市体制が成立した。戦後にいくつかの新聞が新たに創刊されたものの、基本的にこの体制は以後も存在し続けている。この全国市と地方市の区分は日本以外にも存在する。 イギリスでは、タイムズなどのロンドンに拠点を置く全国紙と、各地域の地方紙とが並存している。これに対し、アメリカでは、国土が広大なこともあって、全国紙は、ウォールストリート・ジャーナルと、USA ・トゥデーの西に過ぎず、ニューヨーク・タイムズや、ワシントン・ポストのような大規模なものから、田舎町の零細なものまで、非常に多くの地方紙が、 各地方に分立している状態となっている。ただし多くの地方において2社以上の競争状態になっていることは少なく、大都市を除いては1地方に1社の新聞があるだけの状態となっている。発行内容に関しては、多くの新聞は特に専門を定めず、ニュース全般を広く取り扱う一般紙となっている。これに対し、特定の業界や分野のみに特化した新聞も、 存在し、これを、専門誌または、業界誌と呼ぶ。日本における、スポーツ新聞は、スポーツを中心に、芸能やレジャーなど、娯楽関連を主に扱う新聞で、他国におけるタブロイド誌に、ほぼ相当する。この他特殊なものとして、公営競技の競争を予想する、予想誌も存在する。政党や各種団体などの機関が声員を対象に、発行する。 機関紙も数多く発行されている。一般紙の内地的階層向けのものは高級紙と呼ばれ、大衆を対象としたセンセーショナルな内容の新聞は大衆紙と呼ばれる。高級紙大衆紙の区分はイギリスにおいて非常に明瞭なものとなっているが、アメリカにおいては明確な大衆紙というものは少なく、相対として落ち着いた報道内容の新聞が主流となっている。 日本でもそのような区別はあまりない。高級紙は比較的発行部数が少ないが世論への影響力が強い。新聞はその用紙のサイズによってもいくつかに分類される。基本的には大型と小型の半径に二分にされ、大型のものにはイギリスの一般紙で広く使用される。ブロードシート版や日本独自の半径でほとんどの国内一般紙が採用している。 ブランケット版など、いくつかの半径がある。小型の半径で最も多く使用されるものは、タブロイド版である。タブロイド版はイギリスをはじめとして、大衆紙が多く採用しているため、転じて、大衆紙のことをタブロイドとも言う。日本でも、夕刊富士や、日韓現代のような夕刊スポーツ紙はタブロイド版を採用しているところもある。このほか この二つの中間に位置するベルリナー版を採用する新聞社も多い。一般的な新聞は新聞社によって商業的に有料で販売されるが大部数の無料の新聞が存在している国もある。学生新聞のように小さなコミュニティ内で発行される無料紙もある。またビッグイッシューのような貧困者に 支援や雇用を与えるためのストリート新聞も1990年代以降多数発行されるようになった。また、毎日新聞社の発行する展示毎日は展示で発行される週刊新聞である。ローマ帝国期にはアクタデュールナが手書きの漢方として存在した。紙製としては中国東大の713年の734年頃に作られた。 改元雑報が存在した。16世紀、活版印刷が可能となり、ドイツでニュースを記述したビラやパンフレット形式の印刷物が出版されていた。これらは不定期であった。1605年、世界初の週刊新聞、リレーションが、ストラスブールで、ヨハンカロールスによって創刊され、1650年、世界初の日刊誌。 ライプチガー・ザイトゥイングが創刊された。17世紀半ばにはニュース本が定期的に出版されるようになった。特にイギリスでは新京都革命や名誉革命を通じてニュース出版が発展し、日刊新聞や地方週刊新聞も出版されるようになった。18世紀にはいろいろな新聞を読み放題のコーヒーハウスが登場した。 裕福な商工業者であるブルジョワジーが新聞をもとに政治議論を行い貴族のサロンと同じように論壇を形成したこうして新聞が一般化した18世紀に入るとアメリカ独立戦争やフランス革命などの市民革命が起きるようになるがこの過程で新聞は世論の形成に大きな役割を果たし樹立された新政府においては自由権の一部として 法的に言論の自由が認められるようになった。欧米では19世紀の産業革命による都市人口の増加や社会変化に伴い新聞の大衆化が進んだ。アメリカでは1830年代にザサンをはじめとするペニープレスと呼ばれる安価な新聞が普及した。1868年にはイギリスのタイムズが巻き取り紙を用いる臨天器を採用。 日曜新聞のような大衆新聞が成長し、印刷機の発達やロール紙の採用、広告の掲載などにより労働者階級に低価格で販売できるようになった。1884年には、オットマー・マーゲンターラーがライノタイプと呼ばれる昼食機を発明し、これによって印刷工が一行ごとに、 丸ごと活字を鋳造できるようになったことで新聞の印刷スピード及びコストが改善され、より安価に新聞が発行できるようになった。1880年にはアメリカで世界初となる写真版を含む新聞が発行された。19世紀末になると、アメリカでは、ジョーゼフ・ピューリツァー率いるニューヨーク・ワールド・紙のように戦場主義を重視する。 娯楽としての新聞とニューヨークタイムズ紙のように情報を伝えることに特化した新聞の二つの流れが現れた。つまり現代の新聞の出現は産業革命以降のヨーロッパからであり産業を支える上で大きな存在となった。これは後にマスマーケティングの手法の一環としても用いられるようになり企業の広告活動にも一役買うようになった。 日本には、江戸時代には瓦版が存在し、大事件などの際に、木版ですられ発行されていた。現存する最古の瓦版は、大阪の陣を記事にしたものである。幕末になると新聞と名付けられたものがいくつか、発行されるようになり、1862年に、最初の新聞、看板、バタビア新聞、1870年には、日本初の日刊誌である。 横浜毎日新聞が創刊された。以後、新聞は世界各地に普及し重要なマスメディアの一つとなってきたが、1990年代後半のインターネットの登場に伴って、先進諸国では部数原が進行し、大きな質的転換を迫られることとなった。新聞という言葉は古来の日本語にはない。この語の書質は北曹時代に編纂された。 東欧朝の歴史書、新東女だとされている。新東女の芸文誌には東大に書かれた書物の一覧があるが、その中に、上遅くるるに、南曽新聞三巻ありとある。ここでいう、新聞とは、今の日本語でいう、風文つまり、ニュースという意味であった。この定義での、新聞は、新大にも書かれていた。例えば、権流帝が編纂させた、 4個前書総務帝用では、真の義末助の死主新聞という書物を紹介している。これは、現在の週刊誌のように、雑説をいろいろな本から寄せ集めたもので、怪奇現象や陰陽道の話、理事政の乱や琉球王国の話などが書かれているが、虚偽の内容、現代でいう、いわゆる飛ばし記事が多く、4個前書総務帝用の偏者は、 編集方針がめちゃくちゃで間違いが百出していると批判している。新長末期に欧米人が中国でニュースペーパーを発刊し、現地の中国人たちもこれを真似て新聞を発刊した際、古来の新聞という言葉を当てて新聞紙と呼んだ。中国語では21世紀現在も新聞をニュースの意味で使い、 テレビのニュース番組などのタイトルにも使用される。なお、中国語におけるニュースペーパーは、講師である。一方、朝鮮語では、新聞のハングル表記である、が、ニュースペーパーを意味する。日本語には、明治時代に、英語の、ニュースに相当する訳語として、この中国語が取り入れられ、ニュースを、新聞、ニュースペーパーを、新聞紙と呼ぶようになった。 夏目漱石の小説の中でもニュースペーパーは新聞紙であり、昭和初期に書かれたものの中にもニュースペーパーを新聞紙と呼んでいるものがある。新聞紙条例、新聞紙法などの新聞紙はニュースペーパーの意味である。その後、新聞紙を新聞と略すようになった。それに伴い、新聞紙をニュースペーパーの意味で使うことは減り、 紙自体を指すようになった。一方、日刊誌、全国誌、各誌など、新聞の意味で、紙という漢字が使われることもある。現代英語では、ニュースペーパーを、ペーパーと略すことがある。新聞社の社名や氏名には、公民の権利を守るという意味合いから、古代ローマの公職である、五民館に由来する、トリビューン、帝国郵便が、 自前の新聞を発行していたことに由来する、ポスト、社会を映す鏡という意味で、ミラーといった言葉が選ばれている。臨典印刷機による、印刷の様子新聞の制作過程は、大ね書きのようになっている。企画、構想取材、撮影記事執筆原稿チェック公閲レイアウト後の、場合があるレイアウト見出し制作、価値判断も行われる編集、割付。 組版構成フィルム、札版制作印刷梱包、発送新聞の制作は、まず記者が取材を行い記事を書くところから始まる。その日に起こった事件を速報し、ニュースとする場合は直接取材、撮影を行うが、特集記事や調査報道などの場合はまず企画を立て、それに基づいて調査や取材を行う。政府や企業からは、プレスリリースや、 記者会見が行われ、新聞に情報が提供されるが、この他に、独自の取材も行われる。新聞社の編集局内には、政治部、社会部、文化部、経済部など様々な部署が存在し、それぞれ決められた分野の取材を行い記事を作成する。こうした、記者作成の自社記事の他に、自社の取材の及ばない部分を中心に通信者から、 配信される記事を利用することも行われる。出来上がった原稿はチェックと遂行を受けた後に、編集会議にかけられ、整理部によって、紙面の編集やレイアウトがなされる。その後さらに校閲が行われ、考慮すると、データが印刷工場に送られる。印刷された新聞は、工場から発送されて、新聞販売店やスタンドへと送られる。日本の場合、 販売店から新聞配達が行われ各家庭へと新聞が届けられることがほとんどである。スピードが要求される新聞印刷では一般印刷業界に先駆けて新技術が導入されたが多色印刷には制約となり一般印刷業界よりも導入が遅れた。1868年にタイムズ紙が 巻き取り紙方式の臨手に印刷機を採用して、以来、新聞の印刷は大量、高速印刷が可能な臨手に印刷機によって行われている。20世紀前半の新聞印刷では、活軸未板から死刑を作り、鉛を追い込んで円盤を作り、突版輪転機にかける方法が、唯一の紙面制作方式だった。新聞の制作、印刷過程は、 20世紀後半以降、技術革新によって大幅に機械化、効率化が進んだ。1980年代初頭に観光製樹脂版が開発され、1980年代後半には CTS が導入された。日本では1970年代以降、コスト削減を目的として、全国紙の新聞印刷工場の地方分散が進められた。 2000年代に入ると、高コストの印刷工場の別会社化が急速に進められ、2006年には、全国紙の印刷はすべて別会社となった。また同時に、全国紙の地方紙への委託印刷も、盛んに行われるようになった。新聞は、世界中で発行されているものの、普及率は、地域的に大きく差があり、アメリカやヨーロッパ諸国、日本といった。 先進諸国では普及率が高く発展途上国ではあまり普及が進んでいなかった。しかし2000年頃から経済成長の続くアジア、中でもインドや中国で新聞販売数が増加し2007年には新聞の発行部数の1位が中国、2位がインドとなった。中でもインドは経済成長によって新聞の販売数は 増加傾向にあり、インターネットによって押されている他国の新聞業界とは対象をなしている。インドの新聞業界の特徴としては、公用語である英語の他に、各地方の言語での新聞出版が非常に盛んであることで、中でも北部インドの主要言語であるヒンディー語での新聞発行は、比率、部数とも増加している。 ただし、英語新聞も割合こそ減少しているものの、部数自体は増加している。アメリカやヨーロッパでは、新聞の収入の8割が広告からのものとなっており、販売収入が主力となっている日本とは異なる、収益構造を持っている。インターネットの普及を受けて、アメリカやヨーロッパでは、発行部数の前言が続いており、中でも、 減少傾向の激しいアメリカにおいては2009年にニューヨークタイムズが巨額の赤字を出し本社社屋の売却などのリストラを進めているほか2009年にはボストンのクリスチャンサイエンスモニター紙が日刊誌の発行を取りやめオンライン占領へと移行するなど新聞社の規模縮小や廃業が相次ぐようになっているヨーロッパにおいては無料紙が急進し 2007年には、欧州の日刊誌の総発行部数の23%を占めるまでになった。日本では、新聞購読区率が高く、新聞販売店による新聞の個別宅配制度が、他国に類を見ないほど発達している。またその価格に関しても、再販制度によって守られてきた。こうしたことから、日本の新聞発行部数は人口に比して、非常に多く、 率としても北欧諸国と並ぶ世界有数の高普及率を誇ってきた。新聞社の収入に関しても平均で販売収入が52.7%、広告収入が30.8%となっており、広告収入より販売収入の方がやや主となっている。しかし、2000年代のインターネット普及とインターネットメディアの発達により若年層のみならず、 中高年層も含め新聞離れが進行している。総発行部は1997年の5377万部をピークに2008年には5179万部に広告費も1990年の1兆3592億円から2008年の8276億円に減少している。その経営環境は厳しさを増している。また、 読者が新聞を読む時間も1995年から2010年にかけての調査では減少傾向にある。各新聞社は記事のネット配信に力を入れつつあり、日本経済新聞の日経電子版のように一定の会員数を確保しているメディアも存在している。一部にフリーペーパーに注目する向きもあるが、収益のほとんどを広告収入に依存する。 フリーペーパーの経営は苦しいところが多く、21世紀になってから配管が相次いでおり、新聞に代わる主要メディアとしての地位を得ることは難しいと言われている。インターネット黎明期の1993年には、すでに新聞社がホームページを開設してニュースを配信することが行われ始め、1995年には日本でも オンライン新聞の発行が開始された。以後、世界の大新聞社のほとんどが、ウェブ上でのニュース配信を開始し、ニュースサイトの一つとして、オンライン上の新聞は、成長を遂げた。また、アメリカの報道大手により、携帯型端末、iPad 専用の有料新聞も発刊されることになった。一部の欧米の新聞社は、オンライン新聞の普及に伴い、 記事を公開するタイミングについて紙媒体よりもウェブ媒体を優先させるウェブファーストと呼ばれる方針を打ち出し始めた。オンライン新聞は無料のものも多いが収入につなげるために有料会員を新聞社が募って記事を配信する有料化も進んできており2015年には日本の全国市越しすべてで有料オンライン版の発行が開始された。 ウィキニュースもオンライン新聞の一つとされる。大新聞社の発行するものの他に、インターネット上の市民ジャーナリズムの一つとして、オンライン新聞に期待する向きもあり、実際にジャンジャンなどいくつかのメディアが創刊されたものの、利用が伸びず、2010年頃には日本では、ほとんどの市民メディアが閉鎖に追い込まれた。以下のデータは、 世界新聞協会のワールドプレストレンズ2016に準拠した有料新聞各紙の発行部数の順位である。ありがとうございます。